とりあえずここまでだね。だいぶ身につけてきたじゃないか。もう少し経ってばよ。まさかあのナルトがこれほど早くものにすると。よし、ここで一度休憩を入れる。おっす。その後俺と手合わせをしよう。お前の力を見てやるよ。準備ができたら行ってくれ。了解。それじゃ、今まで。わっ。どう、カカシ先生。正直ここまでできるとは思ってなかった。さすがは意外性ナンバーワンの忍者だな。じゃあ。ああ、完成はもうすぐってところだろう。おっしゃ。まったく。カカシさん。出雲、連絡があります。どうした。サルトビアスマさんが亡くなりました。アスマ先生が。詳細は5代目から話されるそうです。皆さんは屋敷の方へお願いします。それでは。なんでどうしてアスマ先生が。カカシ先輩。ああ、とにかく5代目の元に急ごう。
しかもナルトか。あのさ、悪い、俺ちょっと用事があってな。話はまた今度だ。用事？カカシ先輩。ああ、ああ、ようやく解放がよ。たく、ニビの封印とか後からでもいいだろうに。おかげで邪神様の逃げを逃がしちまったじゃねえか。なあ、カグゼ。なんとか言うよ。付き合い切れ。さっさと木の葉に向かうぞ。おいおい、だいたいそんなに逃げが欲しいのであれば、木の葉で好きなだけ狩れば済むこと。おお、そういやそうだな。あの無神論者どもに邪神教をし熱心なこと。行くよ。ああ、待て、まだ任務命令は継続中っすよね。俺らは新しく隊を編成してこれから暁の討伐に向かうとこっすよ。身勝手な行動は許さん。アスマは死んだ。今のお前らは3人きりだ。正体はフォーマンセルが基本。隊長のいないお前らに。アスマは俺たちと共にいる。弔い合戦でもする気か。お前らしくもない犬死にしたいのか。俺たちだってバカじゃないっすよ。死にに行くつもり。ただただなんだ。このまま逃げて筋を通さねえまま生きていくような、そういうめんどくせえ生き方もしたくねえんすよ。成長しろ。忍びには死がついて回る。時には受け入れがたい死もある。しかしそれを乗り越えねば先はない。現実を見ろ。お前らは3人だ。正体は4人いればいいんですよね。カカシ、第10班には俺が隊長として同行します。それでどうですかね。お前止めたところでこいつは行っちゃいますよ。だったら俺がついていけば監視役にもなりますし。しかし、なに、無茶はさせませんから。分かった、好きにしろ。どうも。ナルトの方はいいんすか。なに、俺はもうあいつにとっちゃ用済みだ。ま、それに今は別の隊長もついてるしな。さて、
それじゃ第10班出発しますか。感謝するぜ、カカシ先生。俺の計算じゃこのさ、いよいよね。これからの作戦を説明する。わかった。なるほど。激しい戦いになる。みんな、よし、それじゃあ対面と行くか。そろそろ木の葉じゃねえの。ああ、近いな。暴れて暴れて暴れまくって、邪神様の素晴らしさを骨の髄まで教えてやるぜ。暴れるのはいいが、人中力のことを忘れるんじゃないぞ。おっと、そうだったそうだった。デイダラの話だとなかなかの強さらしい。気にしすぎなんじゃねえの。つか俺に勝てるやつなんているわけねえし。その油断がいつか命取りになる。また言うのかよそれ。とにかく油断はするな。人中力以外にも木の葉の忍びはなかなかの粒ぞろいなのだからな。ゾクゾクするぜ。ヒドン。あ、出てこいよ。お前は。なんだなんだ、もしかして弔い合戦のつもりか。バカじゃねえの。てめえなんかが勝てると思ってんのかよ。気をつけろヒダン、あいつ何か策がある。策だ、んなもん関係ねえよ。
弱いもんがくたばる。どうあがいてもな。やってみろ。言われなくてもな。今すぐにやってやるよ。アズマ、見ていてくれ。じゃあ神様、見ててくださいよ。てめえ、このガキや。よし。何がよしだ。俺とカグズを切り離しただけじゃねえ。お前の相方は俺の仲間が相手をする。んなもんいらねえよ。てめえなんぞ。俺一人で十分お釣りが出るんだ。カカシ先生、ジョージ、イノ、もう片方は頼んだ。こいつは俺の命に変えても。させた。そして俺の相手はそういうことだ。1対3。この判断は正しいぞ。何せこの俺は強いから。この葉、お前らの額当てを見ると、一番最初に戦ったこの葉、あの初代北。何？それじゃあ一体何歳なの？お前たちに昔話を聞かせてやってもいいが、あいにくとそんな暇はなくてな。さっさと決めさせてもらう。二人とも気を抜くな。少しでも気を抜くとやられるぞ。はい。気を抜かずとも結果は変わらん。お前たちは今日ここで終わる。Yeah!
よし、これで残りはもう一つ。終わった。よし、すぐにしかも。はい。残念だが、そううまくはいかん。だがここまでやるとは思わなかった。そんな、手応えはあったはずなのに。本当の節か。いや、それは少々違うな。俺は5つの心臓をストックしていてな。なぜそれを教えるかわかるか。これを教えたところで、お前たちといかんともしがたい圧倒的な力の差はね。こんなのどうすれば。このままでは。さて、そろそろ刈り取らせてもらう。